コケピオは埼玉県を中心に活動していた女性アイドルグループである。埼玉県富士見市にあるミュージカル教室、つばき名、まさこミュージカルラフォーレにて、幼少時より長期にわたりレッスンを積んでいた生徒により2009年9月に結成された。HML の開校当初はあくまで習い事として歌や演技などを生徒に教えていて、 芸能界を目指すための教室というわけではなかったが、才能に秀出た生徒が集まるにつれ、HML 主催の椿名雅子が、このまま才能のある生徒が日の目を見ないまま、渦漏れさせるにはあまりにも惜しいとの思いから、コケピヨが結成された。なお、結成の経緯などにより、芸能活動は、基本的に土日宿や、夏休みなどの学校の授業がない日に限られている。 2014年2月22日放送の患者にの仕分けに2期が天才歌うマキッズとして出演しカラオケ対決でプロ歌手に勝利しファイナルステージに進出したそこでメイジェイに惜しくも敗れるもののこの出演を機に注目を集めることとなったその後も2度同番組に出演しているまた2015年下も半期の 日本語当地アイドル活性協会が選ぶ、アイドルセレクト10に選出されている。2017年3月末をもって、株式会社、ジールワールドアイドとのマネジメント契約が満了。メンバー全員が、椿名ミュージカルラフォーレの一員に戻ることとなった。当初年長者のユニット、スーパーコケコズと年少者のユニット、スーパーピヨコズの2つのユニットの集合体として、それぞれの名前から、 コケピオとなっていた。その後、2014年4月のコケピオ、メンバー構成変更の際に、スーパーピオコズのメンバーがコケピオから外れ、事実上コケピオイコールスーパーコケコズとなったが、コケピオの名称が継続して使用されている。スーパーコケコズという名称は現在使用されていない。一般販売されている CD 以外にもライブイベント会場のみで何度か CD が 限定販売された。コケピオ及び同じ事務所に所属している自由顔丘プリンセスの二組からなる新橋リボン歌劇団が新橋ジールシアターにて2013年11月17日から開催されている。前述の二組に加え何組かのアイドルを追加したライブ新橋アイドル歌謡祭が 同じ新橋ジールシアターにて2014年11月16日から行われている。ありがとうございます。